あの危険生物への警戒が強まっています猛毒を持つ外来種のヒアリが兵庫県内で相次いで見つかったことを受け名古屋港で緊急調査が行われました毒性が強く刺されるとショックを引き起こして死に至ることもあるというヒアリ南米原産の外来種で先月以降兵庫県の天ヶ崎市や神戸市などで中国から運ばれたコンテナの中などから相次いで見つかっています これを受け、今日名古屋港の鳥島埠頭や鍋田埠頭のコンテナターミナルで名古屋港管理組合の職員ら18人が敷地内の草むらなどにヒアリがいないなか確認しして回りました。日のですね、写真をまあ,あのプリントアウトしたものを持って、まあ、それに、えー、合っているのかどうかとか確認をしながらあの調査の方をさせてもらっております。 これまでのところ名古屋港でヒアリは見つかっていませんが名古屋港管理組合ではあす以降もヒアリがいないか調査を続ける方針です。